どうもこんにちは、今回はですね釣りに来たね、今日はですね、岩国市にある、オカルトバーがあるんですけども、オカルトバーの、マギカギルドのマスターと一緒にね船を出してもらって釣りに行こうと思います。楽しみやね、おはようございます。よろしくお願いします。こちらこそ。こちらです、アインマン。あ、本当だ、アインって書いてある。秋田さんの会社ね、アイン岩国の便利屋さんです。はい、はい、はい、ありがとうございます。お、寄せてくれたよ。ご指定して、はい、はい、よいしょ、おい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 、いいですか。 OK です、ありがとうございます。初めて乗る、ね、船ぐれとかやりますか。船乗ったのはいいんですけども、この餌とこれですね、忘れてました。これがないと釣りができんとかやった。ここ乗っていい？うん。緊張する？緊張する。すごいね。うん、こんなによく買えるよね。めちゃくちゃ楽しい。ね、初めて船で釣りするけ。ほんまやね、なんか釣れるかね。チヌ。ん？チヌ。チヌ。チヌだ。なんじゃ。おいおい。ナイス。どうだった？重たかった？重たい。チヌさっきからこっちにおるやん。そうね。船って免許いらん？船免許いるよ。え？車と同じで。父ちゃん船免許持ってないやろ。船免許持ってない。そもそも船なんか買えんしね。大丈夫、外すよ。あ、外した。平べったいやつなんすかね。はい、この平べったいやつなんですか。こっちです。こっち、こっちの赤ちゃん。まあ、そもそも言いたいんですけど、こっち。ああ、そうなんですか。ああ、そう。こっちがこうちゃんのイメージです。
後ろだろ。後ろだったらあのズボッとかぶるじゃん、はい、で前の時にグッと引っ張るじゃん。あこれ、はい、ってことは、うん、引っ張らんといけんということはこの何だこいつ。あ外れた。あ待てやる。あちょっとあれ出た。ちょっと V よりまだこっちですか。左側。はい。カワハギ、カワハギ。お、よし。おー、いい。それはいい。でかいのが釣れた。カワハギじゃん。瀬戸内の丸カワハギが釣れるからね。丸カワハギってやつ。そうなんです。馬面と丸がおるんですけど、それが本物の本カワハギっていうんです。本カワハギ。はい。へぇ。もっと馬面っていうのがあるんですけど。いいの釣れるやん。へぇ。こっちの方が、東京とかあっちの方じゃないよう釣れるんですよ。あ、でかい。それで、あれ、肝がぶっ入ってるんで。あ、マジっすか。はい。うわ、うまいやつや。そう。もう、肝だったらね、うまい。それ、腹パンパンでしょ。内臓があるんだけど。はい、それ肝です、全部。あ、マジっすか。あ、この下にあるやつ。はい、もう今、それ、肛門からちょっと出てますもんね、肝が。マジっすか。はい。それ、パンパンに入っちゃうんですよ。すげえ。あ、今から入ります、またポイントに。なんでこれ、ハゼや。お、キス。あ、それはトラハゼですね。トラハゼ。それ、うまいですよ。天ぷらにしたら。天ぷらにしたら美味しい、うん。食べたい。で、これちょうどいいよ、大きさ。これ、リリースサイズですか。いやいや、別に。大丈夫だ。トロハゼはそんな大きいなんで、結構でかい方です。あ、マジですか。はい。でも、このぐらいの距離だね。うん。これ、決めないと。なんじゃこれ。あ、それはベラですね。ベラですか。これはベラです。食べれるんだけど。ベラは食べれる。は食べれるかも。あ、そうなの。クソなんじゃけど。お腹が空いてないのか。この前も夕方で3匹かけて。起きた。最後の1匹だけ来た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 ダブルで。はい。泳がしとけばいいですよ。それはええぐらい多数取れるっすよ。こいつめちゃくちゃでっかいやん。はい、丸じゃけ。こいつさっきよりでかいんじゃない。さっきでかいかも。そう、その1枚で取れるぐらいがダイレックスで500円ぐらいで売りよる。マジっすか。はい。何切りかで。500円だって。500円ぐらい売りよる。刺身になって。これもう締めた方がいいんですかね。あと10秒。あ、氷があるなら頭ブスッと刺してから。ああ、そう、なんかありますか。あ、もしやったら、そんな、あ、行きましょう。行きましょってもいいですよ、とりあえず。向こう戻ったら、全部消しちゃった。あ、めちゃめちゃいい反応が。
その中見てみよう。おお。あ、カワハギね。どれがどれだったの？分からなくなってるかもしれない。どれが誰のか分かった。ああ。鉄のところ持って、よいしょ。はい、よく聞かなかったね。よいしょ。いやー、ありがとうございました。ちょっとここで待っとこうか。何センチかかる？うん、かかってみる。ここから？うん。20センチか。20センチのカワハギなかなかいいんじゃない？いいんじゃない？ね。しかもお腹がでっかい。ね。よし、じゃあ入れといてあげよう、うん、悪くならんように。結構いいね、これはね。気をつけて。はい、ありがとうございます。おお、すごい、やばいやん。めっちゃいっぱいあるやん。あ、これ持って帰っていいんですか、本当に？マジですか？めちゃくちゃおるやん。魚めちゃくちゃもらったよね。すごいね。もらっていいのかな、こんな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おお、ありがとうございます。どうですか、お兄さん。今日はどうだった？楽しかった。すごい楽しかったよね、うん、船乗る前怖かった？途中でちょっと不安になったよね、うん、不安になったのは落ちたらいけんと思って。違う、帰れるかわからんけど。そういうことね。これ何センチくらい？これはでかいやろ。帰って死んでから測ったらいいかな。23ぐらい。23。あ、ほんまや。23ぐらいです。23か4ぐらいだって、うん、でかっ。僕のこれは20センチなんですよ。あ、そうなんですか、うん、ここからここまで。じゃあ23、すごいね。アインって書いてある。秋田さんの会社ね、うん、アイン岩国の便利屋さんです、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ありがとう。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。さあ、どうだったかな、今日は。楽しかった。ちゃんと釣れたもんね。うん。しかも結構でかいやつも。また今度は釣れると思うよ。よし。